こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ベガン、これは好スタート。シャドウフォレスト、この馬も好スタートを切りました。シグナルプライズ、前に行きそうです。ベガン、それに続いています。さらにはケアレスファンシー、7番シュアジュピター、その後ろフローレンスベリー、後方から、では前の方から見てみましょう。シュアジュピター、先手を取りました。その外からシャドウフォレスト、内からはシグナルプライズ、並んで12番ウィッシュバウンド。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方から見てみましょう。ベガン、先手を取りました。少し離れてシュアジュピター、続いています。その外にウィッシュバウンド、赤の帽子ピクシーギャロップ、その後ろすぐ隣にシグナルプライズ、グリーンゴージャス、それに続きます。黒の帽子ケアレスファンシー、その後ろすぐ隣にパラダイスクリーク、すぐ後ろにアーバンウィーク、さらにはジェットギムレット、その隣にギャロップスプリング、その横にトップリストレーション、最後方にフローレンスベリー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。さあ先頭はまだ3番ベガ、シュアジュピター、ほとんど差がありません。シャドウフォレスト3番手、さあベガこのまま逃げ切れるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はベガ、シャドウフォレスト続いています。ウィッシュバウンド続いています。内からはシグナルプライズ、ピクシーギャロップ、その後ろ、その外からはケアレスファンシー。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ベガ先頭、3馬身から4馬身のリード、あと 200m、 ベガ先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はパラダイスクリーク、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ベガ1着、2着はパラダイスクリーク、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ベガ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。東京競馬場の芝 1600m で牝馬の意地と意地がぶつかり合います。さあ春の女王に戴冠するのは果たしてどの馬か。 G1 ビクトリアマイル、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠の怪奇ジュリエット、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはイクノディクタス、綺麗なスタートを切りました。2番イクノディクタス行きました。これに続くのがケイウーマ、ポスターシチ、そのうちに続いています。その外に怪奇ジュリエット、IOU、 すぐ後ろ、その外に竹のベルベット、その隣にスカイサクセス、その横にローズサンダース、オギシリウス、そのうちに続いています。その外に名勝マリーン、並んで7番メジロカンムリ、大隅シャイン、この馬もこのグループ、しんがりからサマニベッピン、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。
ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はイクノディクタス、2番手は西のフラワー、これは絶好の手応え。さあ直線に入りました、これからの勝負。ここで先頭は西のフラワー、先頭、2番手はイクノディクタス、懸命に追いすがります。やはり西のフラワー先頭だ、あと 200m、 西のフラワー先頭だ、後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はイクノディクタス、西のフラワー独走、西のフラワーぶっちぎりです。西のフラワー1着、2着はイクノディクタス、これが最強女王だ。西のフラワー